はい、皆さんどうもこんにちは、広瀬の隠れ家です。今日はですね、酒屋巡りをして行き着いた田舎にあるね、小さなスーパー、そこで見つけたね、シューバイウイスキーを買った時の様子をね、ご覧ください。いかがだったでしょうか。こちらはですね、ある田舎にある小さなスーパーでした。すごいね、品揃えでしたね。こちらね、ついこの間のゴールデンウィークに酒屋巡りをした時に寄ったスーパーなんですが、まあ最近ですよ、2022年にね、まだこういうね、シューバイウイスキーあるところにはありますよ。本当にね、今回嬉しくなりましたね。そんな田舎のスーパーでね、購入させていただいたシューバイウイスキーは、ね、こちら、じゃん、トバモリ10年。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。中身のボトルですね、このようなボトルとなっています。まずは情報から。トバモリ醸造はスコットランドのマルトーに1798年に創立しましたが、閉鎖期間が長く、本格的な稼働は1993年になってからです。
トバモリー調理所からはトバモリーとレダイブの2つの銘柄が発売されています。トバモリー10年は2020年初頭に終売になり、現在はトバモリー12年が発売されています。ということでですね、まあ、6大生産地のねアイランズ地方に属するマル島にある蒸留所トバモリー蒸留所のウイスキー、こちらがねトバモリー10年です。これねただのトバモリーではないんですよ、まあ、先ほどから言ってる通り、こちらですか2020年の初頭にね終売になっているトバモリー10年です。このね約2年前に終売になったウイスキーがまさかねこのウイスキーブームの2022年に普通のねスーパーの店頭で買えるとはね夢のようですね。まあ、トバモリー蒸留所からは現在トバモリーとレダイグという2つの銘柄が発売されています。ノンピートのトバモリー、ヘビーピートのレダイグというような区分けで発売されています。トバモリーは現在12年、18年、20年が多く流通しており、レダイグも10年、18年が多く流通しています。まあ、今回ね、ご紹介するこちらのトバモリー10年は、まあ、以前まではトバモリーを代表するフラッグシップボトルだったのですが、2020年頃に終売となり、現在はトバモリー12年がね、このトバモリー10年に代わってフラッグシップボトルとなっているようです。まあ、その味わいとお手頃な価格帯から、ウイスキー通の中ではね、人気のあるボトルだったんですよ、こちら。まあ、気づくとね、終売になっていて、買えなくなっていたんですよね。まあ、私もね、ミニボトルね、実は以前、このトバモリ10年買って飲んだ時があるんですが、それがね、結構美味しかった記憶があるんですよね。で、フルボトルちょっと欲しいなと思って、前はね、山屋さんとかにあったので、ちょっと欲しいなと思って、見に行ったら、もうすでにね、終売情報がこう出回っていて、売り切れていたんですよ。もうね諦めかけていたんですが、まあ、今回のねゴールデンウィーク酒屋巡りツアーでこちらにね出会ってしまいました。しかもね普通に当時の価格だったのでもう目をね疑いましたね。結構こういうのってプレネついてたりするじゃないですか。もう普通の値段で売ってました。まあ、こういうことがあるからね酒屋巡りは楽しいんですよね。こちらはですね先ほどの田舎にあるスーパーで購入させていただきました。価格は3980円、容量は 700ml、アルコール度数は 46.3 度となっています。では、ね、早速終売のトバモリ10年をね飲んでみたいと思います。あちょっとね若干コルクが怖い感じがしてますね。ちょっと大丈夫かな。あ、いけました。大丈夫ですね。これですね、コルクキャップとなっています。このですね、色味は少しね黄色みがかった琥珀色ですかね。はい、ではね早速香りから。おー、香りはですね結構ね、なんだろう、ちょっと癖のあるねピートっぽい香りするんですよね。一応ノンピートなのでピートの香りしないはずなんですが、なんだろう、ピートなのか、なんかかなり癖のある香りですね。そしてその奥にね、かなり爽やかな香り、こうミントのような、ね、香りがあって、これね、なかなか楽しい香りですね。なんだろう、このピートではないのかな、この香りは何由来なんでしょうね。ちょっとね、癖のある香りしますね。ではね、早速いただきたいと思います。あー、うん、美味しいですね。やっぱりね、なんかね、若干ね、ちょっと桜餅のような、ちょっと癖のあるというか、そういうね、ちょっと癖のある味わいがあって、まあ、癖はあるんですが、かなり爽やか。爽やかで複雑な味わいですね。なんだろうな、こう、ミントとか、ライムのような、こう、青臭いね、ちょっとシトラス系の感じがやっぱりあるんですよね。この感じがピートと感じる方もいるでしょうね。うん。ちょっとね、ほんと不思議な癖がありますね。ちょっとね、ブルックレディとかと似たような系統かもしれませんね。まあ、アイランズ特有のかなりね、個性的な味わいだと思いますね。いやー、トバモリー10年ね、複雑な味わいで美味しいですよ。まあ、アイランズモルトといえば、タリスカー、ハイランドパーク、アラン、ジュラなどがありますが、そのどれもがね、個性的で楽しいウイスキーばかりですよね。まあ、やはりね、島ということで、こう、海が近いのでね、海の潮風がいいテイストになってるのかもしれませんね。
まあ、鳥羽森ってこう丸刀で、ね、蒸留はされているんですが、熟成庫が、ね、丸刀にないため、こうブナハーブン蒸留所とかで熟成庫を、ね、借りて熟成している話ですね。まあいろいろな要素が詰まった鳥羽森、ぜひね皆さんこちら味わってみてください。まあ、現在はね鳥羽森12年がスタンダードボトルとなっているようなので、そちらをね味わってみてください。ここですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にある全てのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。まあ、今回ご紹介した鳥羽森10年はアイランズ地方にあるね鳥羽森蒸留所のシングルモルトウイスキーですので、こちらにね積み入れをしていきたいと思います。このようにですね、鳥羽森蒸留所の隣に積み入れが押されました。これでですね、残り48箇所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成ということになります。まあ、まだまだねもう少し時間がかかりそうなんですが、まあ、完全制覇目指して頑張っていきたいと思います。ということで、今日のひろしの隠れ家は、ゴールデンウィークに酒屋巡りをしていたら田舎のスーパーで見つけたシューバイボトル鳥羽森10年、こちらをねご紹介させていただきました。ではまた。